5年間だよ。5年間ずっと会社の同僚って位置に甘んじてきた。俺は5年間の片思いを今日で終わらせるんだ。デート？デートは一瞬の判断の遅れが死を招く過酷な戦場。力強く相手をリードできなければしょぼい男のフォルダに分類されて終わりです。あいつはあのただの社長を振った女だぞ。俺みたいな凡人とは違うんだよ。ハイド君、ちゃんと普通の友達になろう。ごめんね。これ見て、あれが新しい社長よ。なんかめちゃめちゃ仕事できそう。組織の長として最も必要な能力って何だと思います？従順なものとそうでないものを見分ける力ですよ。突然のことではありますが、この度急遽トン部長の異動が決定いたしました。カバエさん、会社から退職を勧められたらしいです。リストラの前夜祭ってとこじゃん。俺の職場で好き勝手やりやがって。絶対に止めてやる。徹底抗戦です。敗北は絶対に許されない。レッちゃんのこと見くびんのやめなよ。しらばっくれてんじゃねえよ、クソなり。どうせ俺みたいな凡人には何もできねえと思ってんだ。どいつもこいつも俺のことバカにしやがって。綺麗事じゃやってけねえんだよ。いつまでうだうだ。